といろんなパンがあるといいな。どうもどうもありがとうございました。小さなお客さんが帰るとパン屋さんが早速お店をきれいにしました。それからみんなで考えて、わーいっぱいパンがあるよ。とっても素敵な変わった形の楽しい美味しいパンをどっさりたくさん作りました。すごいわ、いちごパン、おかまパン、お豆パン、ペンギンパン、きのこパン、とうもろこしパン、わあすごいめぐってよいしょ、はいはい、香ばしい匂いが森いっぱいに広がりました。さあ素敵に面白いパンができたことを知ったカラスの子供たちは大変です。朝がまだよく明けていないうちにあっちの木からもこっちの木からもパン屋さんめがけて飛んでいきました。その音に寝ぼけたサイチがどんが起きてきました。なんだなんだ、何の騒ぎだ、なになに、おいしい焼きたてパンの売り出しだと、よしわしもうんと買い込むべ。欲張りサイチどんは大きな入れ物を持って駆け出しました。さあそれを見て、どこだどこだ、どこへ行くんだ、なになに、黒文字三丁目のパン屋の店で焼けたんだと、そりゃ大変だ。慌てんぼうのゴロベイどんが消防署に電話をかけてしまいました、しまいました。そこで折れた折れた、よいしょ、めくるよ、めくらせて、よいしょ、ねい、早速消防自動車がやってきました。火事だ火事だ、大火事だ、真っ赤っかの大火事だ、怪我人たくさん出たそうだ。そこで救急車も飛んできました。なんだどうした、大怪我だ、血が出て倒れて大怪我だ、死にそうなくらいの騒動だ。それで武装警官の一連隊も駆けつけてきました。